ロストストーム。いけるか、これもしかしていけちゃうんじゃないか。二人目マックスになった、バトル開始。リアリティが高いほど成長限界レベルが高くなるぞ。ハイノーマルは30だぞ。もうほとんど限界、これ以上強くなれない。まあ初っ端から四隅、そこスタート。ハーピーか、ハーピーだな。早いうちに2発打って右側に飛ぼう。じゃあそのまま逆に戻ってこよう。で剣士、逆剣士、よっと。向こうはヘビか。引き打ちでちょっとでもダメージを。ダメだ、壁もしなきゃどうしようもない。もう一つ、もう一つ頑張って倒して、したらみんなで上に行くよ一気に。交代、これ以上すると死ぬ。よし止めたな、オッケーオッケー。やばかった、やばかった、危ない危ない。どのタイミングでスキルを使うかも重要。だが乗り越えてみせる。これはまず、つけとくか。レジストボイス、これで毒にならない。それだけでもだいぶでかい。はい、痛い。こうかな。でこっちを早めに倒しちゃって、よし引き打ち回避、戻れー。よし、なんか第2ウェーブ楽勝だったな。ラストウェーブ、まず全員にポイズンかけとこう。癒しますね。左下スタート、よし。さあボス来た。なんか解消導入ダメージ食らったんだけど、ここはもうこいつだけ倒しちゃえば終わりだな。ちょっとでもダメージ与えておくか。よし、死ぬ、殺された。ダメ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 、お前止まれって。あ、でもパターンには持ってこれた。大丈夫だな、マルが死ぬまでにはテオドール復活できんだろう。ついでに回復、よし、ジョイ連続攻撃。うそー、ピヨってる時だから動けなかった。回復がいなくなった。
かわせ、かわした。よしよしよし、範囲攻撃なら俺が全部かわしてみせる。ハーピーさんのストームですよ。だからなんかそんな名前だったな。そしてスタミナ完全回復。まだまだ遊べるぜ。ロストストーム、すごいストーム流れてた。で絶対次巨人じゃねえか。魔人の巨影、バトル開始。巨人はきついんだよな。まあ耐性あるの、うちの騎士さんは巨人耐性ありだから。なんとかうまいこと盾になってもらうしかないな。まあこのスタートだよな基本は。もう次の来てんじゃねえか。止めさせるしかないなこれは。個体、よし肉壁。個体巨人族来てるけど、肉壁よっ。なんとか行くだろう。回避、回避されてる、回避されてる。うん、でも大丈夫だこれぐらいなら。今回は毒はいないな。ポイットポイット、まさしくポイットヒーロー。回復、引き打ち、交代よっ、交代。ハビか、二人目来てる。間違えた、場所間違えた。別に握手ってほどではないけど、ちょっと間違いたい。上倒しに行こう。ふぅ、これはわざと時間稼ごう。回復したい。わざとゆっくり戦おう。さあ、行きますか。先制の一発を決めて引き打ち準備。即壁。まだいけるよ。さあボス来た。ここか。しまった、スキルが使えなくなってしまった。二人とも沈黙だ、これはまずいな。
動き止めないと。交代交代。よし、そっちじゃない。まあいいけど、一発で痛えてくれ。うまいこと一人ずつ壁になってもらうしかないよね、こんなの。はい、通常攻撃以外ならかわす。通常攻撃はかわせん。からの連続攻撃はほんと勘弁してください。あれはかわすべきだったな。ちょっと交代。よし、おお、範囲攻撃。でも逆に範囲攻撃来てもらう方が楽だ。かわしゃのおだめだからな、時間かける割に。よし、次の行動はかわす。結構回避した。イエーイ、勝ったな。オッケー、よし、だから僕もごちそうさまです。ステージクリア。にんにん、あ、なんかすっげえやばそうなタイトル。そしてボーナスのキャラクターがすげえかっこいいキャラもらえる。ぜひとも4つの宝箱が欲しい。挑戦できるのは2回。スタミナ的にはだいたい初期メンバーが全員レベルマックスになりつつある。あ、1人だけレアだから40まで上がるのか。あ、キャラクターいっぱいだ。キャラ増やそうか。スタミナが足りないときはスタミナドリンクかクリスタルで回復しよう。あれ、マップが違う。マップが全然違う。まあここスタートなんだったらラスボス専用マップか。そんな感じだな。とりあえず引き打ちをしながら早く。お前らもちょっと肉壁慣れ。これダメなんじゃね。もう一人、もう一人、もう一匹倒せれば。よし、倒されると後がきつい。出せなかった、回復が遅れる。上か。上も攻撃しときたいな。これあれだな、あー、早いうちに必殺撃って下片付けちゃおうと思ったのに沈黙にされちゃった。どうにかして一匹倒して一発食らっとけ。これでだいぶ有利だ。やっぱ必殺が大事だな。
よし、ラストウェーブいけるか。必殺ショットのタイミングをミスるなってことだな。分かったことは、それ考えるとお前は絶対に食らっちゃダメだ。とりあえず一発ぶち込んどこう。毒ってる。もう一発撃って撃つ必要なかったな。倒されるときついから帰ってこい。届く？なんか来た！とりあえずこいつを倒そう。どういう攻撃が来るのか全くわからんから、とりあえず全力で離れてみるか。これで終わりだ。お前らしんどけって。何これ、何これ、なんだそれ。いてっけ、めっちゃ食らう。攻撃パターンが全くわからない。クロスプレス、さっきのあれか、これか。またクロスブレスだ。引け引け。そんな、あー、自分から当たりにいっちゃった。なんとかアタック。あー、攻撃力上がってる。そういうのはいいから。ジノサイドブレス、これが一番やばいですか。デッキに内側に行くみたいなね。これ避けなくていいんじゃない。これはあれだな、全員出してもかわせないな。よっ、えいって、食らっちゃった。でも一発ぐらいなら大丈夫だもんね。これかわすのがと、いって、動かなくていい。よし、いいわ。お前大丈夫じゃん、もうずっとそこいろよ。ソロプレイで大丈夫だろお前。ああ、ちょ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 、ピオはピオは、あ、よかった。なんか知らんが自分のとこへの攻撃がない。よっ、あー、よかった。そういう攻撃楽でいいわ。あれ、次の攻撃どこだ。それか、一発だったら死なない、どうにでもなる。 OK500 なんかたかが知れてる。いざという時のためにコストは残しておきた。クロスブレスはあんまりきつくないやつだよな。ジェノサイドブレス、これがやばいんだよな。画面端にどけといて、でドラゴンメテオ、あいって、自分から食らいに行っちゃった。クロスブレスは耐えれる、ここいたらいいわ。ダメージ稼ごう、むしろ。もうちょい、もうちょい食らって、あー、めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってるけど耐えれてる。ジョノサイドブレス、これ食らったら詰むな。これは逃げよう。よし、いった、逃げ帰った。あれ、宝箱的なものはくれないのかい。イエーイ。
カード解放。あれ、特に話が進まないってことはもしかして次があるのか。とりあえず1回分スタミナが余ったから、ここかな、テオドールもらいに遺跡の門番にちょっと戻ろう。そしたらテオもレベルマックスになるかもしれないし。よっ、一発ぶちかましとくぜ。盾になってくれ。いったな。回復回復。お、なんかため攻撃してる。ためすぎだろそれは。逃げる時間ありすぎ。それは食らってあげられないな。あーし、連続必殺技で決めてやる。これで終わりだ。よし、ステージクリア。出るかな、テオ。にんにんにん、よし、ラッキー、また出た。ヒーロー強化合成。これでテオドールがさらにスキル覚醒プラスレベルマックス。大成功。いや、大成功しなくてもレベルマックスだったから。さらに回復量アップ、範囲拡大までしたい。これであれか、普通にやって手に入るキャラクターたちはみんなマックスになっちゃった。シュガーだけ30だけど。さあ、まだ終わらないってことは次のステージがあるのか。スタミナ回復したら行くか。ついにやりましたね。バルジナ神殿を開放しました。恐ろしいドラゴンでした。ありがとう二人とも、初めて会った時とは見違えたね。本当に感謝してるよ。ですが神殿にハーデスはいませんでしたね。そのことなんだけど、二人に話があるんだ。ちょっと二人にとっては辛い話になるかもしれないけど聞いてほしい。エルメスさん、僕が能力を使って黒のクリスタルを浄化するとき、そのとき、そのエリアの霧が晴れることは実証済みだよね。はい、素晴らしい能力だと思います。じゃあ僕がクリスタルを浄化したとき、今まで噴出していた霧、すなわち負のマナエネルギーはどこへ行くと思う。あ、そういえば行き先を失ったエネルギーは禁断の地の奥へ奥へと溜まっていく。これまで奥地へと進むほどマナが濃くなってモンスターが強くなっていたのは、私たちが他のエリアで正気の出口、黒のクリスタルを浄化してしまっていたからということですか。そう、そして溜まり続けたマナは何らかのきっかけで爆発的に吹き出し、その吹き出し口には今までにない恐ろしいモンスターが生まれてしまうと。まさか、そのまさかだよ。僕たちの浄化の果てがあのドラゴンなんだ。ドラゴンは僕たちの浄化のせいで生まれた。これからハーデスを探すために奥地へ進めば進むほど、その先には恐ろしいモンスターが生み出されてしまう。ハーデスを倒そうとするほど、そのモンスターが世界を危機に陥れてしまう。もう僕らは何もせずハーデス復活の時を待つしかないのかも。そんなことはありません。
エルメスさん、今まで何を見てきて、すごい噛んだ。今まで何を見てきたんですか。どんなモンスターが生まれたとしても、エルメスさんには私とサマナーさんがついてるじゃないですか。ソフィー、大丈夫です。必ずこの世界とエルメスさんの故郷は私たちが元の姿に戻してみせます。だから一緒に頑張りましょう。そうだね、女神の僕が弱気になるなんてありがとう二人とも。そしてこれからもよろしくね。はい、エルメスさん、サマナーさん、これからも頑張りましょう。お疲れ様でした。エルメスとソフィーとの物語は一旦ここで区切りとなりますと。自称スタートまではマルチプレイや高難度の攻略などを通じてヒーローの強化などをお勧めいたします。まだ見ぬ世界やモンスター、ソフィーとエルメスの新しい冒険でお会いしましょう。あ、なんだ、別にボスとかあるわけじゃなかったのか。スタミナ回復もあったのにな。ヒーローパーティー編成。はい、というわけでね、結果的にマルガレベル30、テオドールレベル30、キョスティレベル30、ヒルデブラントレベル30、シュガーレベル30とね、特別手に入る、ね、ガチャで手に入るレアキャラとかなしでストーリーモードクリアできました。ね、じゃあのポケラボさん提供のプレイは今回が最終回になりますね。ここからハード、ベリーハード、ネットワークのマルチプレイなんかを、楽しみたいと思います。ネットワークで、出会った時はよろしくお願いします。それでは最後まで見てくれてた方は、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。